縦 10cm、横 61cm の大きさに切った工作用紙を2枚用意します。ブラックライトの両側に工作用紙を貼ります。UV チェッカーにブラックライトの光を当て、色が変わることを確認します。栄養ドリンクとそれ以外の数種類の飲料水をそれぞれ透明プラスチックコップに入れます。部屋を暗くしてブラックライトの光を上から飲料水に当て様子を観察します。プラスチックスプーン2杯分の洗剤を 50cc の水に溶かします。筆で黒い紙に絵や文字を書きます。投函後のハガキや洗剤を溶かした水で描いた絵などにブラックライトの光を当て様子を観察します。